動物界で最大の目は巨大なイカのものだ。この生物はおそらくこの地球上に存在する最大の目を持っている。その大きさはなんと約27センチメートルもあり、バスケットボールほどの大きさだ。ダイオウホオズキイカがこのような目を必要とするのは、獲物をよく見るためだけでなく、水中の捕食者から身を守るためでもある。イカの目は前方を向いており、両眼視が可能だ。ダイオウイカと呼ばれる別の種類のイカは目が頭の両側にある。このため捕食者も見ることができるが、両眼視がないため距離を推定するのは苦手だ。ダイオウイカは他の多くのイカと同様、それぞれの目に光器官と呼ばれる魅力的な特徴を持っている。この光器官は眼球の奥にある縦線からできていて、車のヘッドライトに似ている。しかし巨大なイカがこの実にクールな特徴を持っていたとしても、おそらく色覚は持っていないと思われる。ほとんどの深海生物もそうだが、真っ暗になる深海では色覚はそれほど必要ではない。例えば人間の目は水深500から600メートルでしか光を感知できないが、ダイオウイカは水面下1000メートル以上の深海に生息しているため、ほとんど真っ暗な闇の中でも見えるように適応する必要があった。そのため約8センチメートルという非常に大きな瞳孔を持っていて、この瞳孔のおかげで過酷な環境下でも光の一粒一粒を集めることができるのだ。大きな目は必ずしも大きな体を意味しているわけではない。メガネザルを例にとってみよう。彼らは霊長類の中で目と体の大きさの比率が最も大きいグループに属していて、彼らの目は脳と同じ大きさだ。このゴラムのような動物は東南アジアで見られ、これほど大きな目を持っているため、この小動物は目を完全に回転させることができず、より良い視野を得るためには首に頼らざるを得ない。フクロウと同様、彼らの首は左右約180度回転することができる。夜行性の動物であるメガネザルはこの風変わりな目を使って獲物を探す。暗闇の中でじっと獲物が近づいてくるのを待つだけなので、あまり努力をする派ではないようだ。小さくても効果的な目といえば、トンボの中には約2万8000個のレンズが備わっているものがある。生き物の中でも最大の数と言えるだろう。そして彼らの目は頭のほぼ全体を覆っているため、360度の完璧な視界を持っている。それではまぶたのない動物が生き残れるだろうか。ほとんどの生物は目をゴミから守るためにまぶたを持つように進化してきた。まぶたはまた超高輝度の環境や高熱にさらされる時も役に立つ。そしてまぶたは目が乾燥して機能を失うことがないよう、目の潤滑を保つのに役立っている。夜行性のヤモリを見てみよう。彼らにはまぶたがないが、別のユニークな方法を考え出した。彼らは舌を頼りに目の潤滑と清潔を保っているのだ。また夜間は人間の350倍も色に敏感なため、薄暗いところでもよく見えるのだ。私も時々色が変わる目が欲しいものだが、残念ながら私は北極圏のトナカイのような能力は持っていない。彼らの目は季節によって色が変わるのだ。例えば夏には目が金色になり、寒い時期には青い目になる。この動物たちは過酷な生息地で刻々と変化する光のレベルのために、このような色の柔軟性を持つように適応してきたのだ。目が4つある魚を聞いたことがあるだろうか。正式名称はアナブレプスで、水面の上と下の両方を同時に見られる特別な能力を持っている。それは水平線で半分に分かれている目のおかげで可能になるぞ。それぞれの半眼には瞳孔と網膜があり、別々に行動できる。このユニークな目のおかげで、魚は上空の捕食者と陸上の昆虫の両方を見ることができるのだ。ダチョウの目は脳よりも大きいぞ。また陸上動物の中で最も巨大な目を持っていて、その大きさはなんと約5センチにもなる。よく見るとダチョウの目には長く密集したまつげを見ることができる。毛でできているわけではないので、本当にまつげではないのだが、あの長い繊維は実際には羽毛に近いもので、ダチョウが日陰を作り、飛んでくる砂から身を守るのに役立っている。カメレオンの目も素晴らしい。カメレオンの目は独立して動くことができ、360度ほぼ見渡すことができる。またカメレオンは両目が別々に機能する単眼視と、両目が同じものに焦点を合わせる両眼視の両方を使うことができる。
カリフォルニアの紫ウニは基本的に一つの眼球として機能している。体の表面全体が光受容体で満たされているため、ウニは光に敏感であらゆる方向を見ることができる。しかしウニは時々より良い視界を得るために光の焦点を合わせる必要がある。ウニはトゲで体に当たる光の一部を止めているのだ。動物界のいくつかの目はラクダのように暑い気候に適応する必要があった。ラクダの長いまつげが砂を寄せつけない。ラクダの目にも第三のまぶたがある。しかしこれは両目の目尻から横に広がっている。彼らの環境は小さなホコリで満たされているため、他の種よりも頻繁に目を掃除する必要がある。フクロウの目には人間と共通する大きな特徴がある。フクロウは他の肉食動物と同じように立体視ができるのだ。フクロウは獲物との距離を計算するためにこの視力を必要としているのだが、ここで問題が発生する。フクロウの小さな頭蓋骨に巨大な目をどうやってはめ込むのか。実はフクロウたちは目の形を再設計しなければならなかったのだ。フクロウの目は球体ではなくもっと細長いのだ。鳥の頭蓋骨の骨には硬化リングと呼ばれる特殊な構造があり、このリングが巨大な目を支え固定するのに役立っている。しかしこのリングのせいでフクロウは目を回転させることができず、常にまっすぐ前を見ている。その代わりフクロウは首を頼りに周囲を見渡さなければならない。シャコは動物界で最も複雑な目を持っていると言えるだろう。私たち人間の目には3種類の錐体しかなく、これによって赤から紫までの色を見ることができる。シャコにはなんと16種類の錐体があるぞ。シャコは私たちとは違う色を見ることはできないかもしれないが、最高の色認識システムを持っている。これらの極端な色覚受容器のおかげで、彼らは色相の小さな変化にも素早く反応し、捕食者を避けることができるのだ。とてもユニークな目を持つ動物といえば、羊やヤギを一番に思い浮かべる人は少ないだろうが、少し話を聞いてほしい。ヤギの瞳孔は水平線のような形をしている。研究者たちが提供したデータによると、瞳孔の形と目の向きは、それぞれの動物の日常的な活動に関連している。例えば、狼のような昼間の大型捕食動物を例にとると、彼らの多くは目が正面を向き、瞳孔は丸い。一方、蛇や猫、狐のように昼も夜も餌を探しに行くような小さな動物は、夜間視力に適した縦長の瞳孔を持っている。馬や鹿のような獲物になりやすい動物は、常に警戒しなければならない環境にあるため、横長の瞳孔を持つように適応している。これにより他のどの動物よりも広い視野を確保することができる。また頭を低くすると眼球が回転し周囲を見張ることができる。